い、皆さんこんばんは、バッパ翔太でございます。現在なんですけど、岩手県に滞在中でございます。で、今日はですね、皆さんに大事な、報告があります。現在、警察バスで、バスライフで東北回ってるんですけど、今回、報告は、東北をね、一旦中断しようかなと思ってます。はい。はい。で、まあ、その理由がね、いくつかあって、まず一つ目なんですけど、まあ、キャンプ場がね、11月ぐらいから結構クローズ、無料キャンプ場、特に僕たちが行きたい、よく使うようなキャンプ場がクローズで、で、まあ、トイレットも、まあ、凍結防止のために、水も出なかったり、みたいな感じで、あと、僕たちがよく行く山道とかも、雪とか凍結のために、まあ、クローズされちゃうっていうことで、結構東北内で行ける範囲が限られてくるって狭くなってくる。そういった理由が、まず一つ目。で、二つ目はですね、何でしたっけ？あ、で、二つ目は、ウィル、はい？あ、ウィル。あ、すいません、皆さん忘れました。で、二つ目はですね、タイヤ問題でございます。まあ、前にね、ちょっと岩手県の、人と話してたら、まあ、11月の末、11月の最後の方になると、もう結構、スタッドレス履いとかな、厳しいということで、まあ、サニーさんは今、普通、ノーマルの、タイヤを履いております。で、もし、スタッドレス購入して、こっちで、買えるとしても、まあ、今のタイヤ置いとく場所ないし、結構面倒ですね。うん。で、そのタイヤ問題が、理由のもう一つと、あともう一つはですね、12月から、この東北とか一帯で、エンカルを、巻くみたいな。エンカルというのはなんか、道を凍結しないようにするための、なんか塩みたいなやつよね。ソルト。みたいな感じのやつらしいんですけど、サニーの警察バスの下には、室外機もついてるし、あと、ウォータータンクもついてます。で、まあ、そのエンカルが、床下に、車下に当たることによって、もうサビサビになってしまったりするんで、それはちょっと、どうしても避けたいっていうことで、それが12月スタートらしい。12月1日から巻くらしいんで、まあそこ避けたいっていうことで、まあ今回ね、ちょっと東北一旦ちょっと中断しようかなっていう決断になりました。はい。青森県、秋田県、岩手県と来ました。で、岩手もね、ちょっと全部は回れなかったんですけど、やっぱり僕らの旅のスタイル的に、スローリー、はい、うん、青森1ヶ月、秋田1ヶ月、はい、どう？はい、そうですね。めっちゃ楽しかった。なんですけど、まあ、日本一周はね、これでストップっていうわけでもなく、まあ、僕たちの人生の中で、日本一周を成し遂げたいんで、また東北に帰ってきて、岩手からスタートで、山形、宮城、福島、ね、まだまだ残ってますけど、一生あるんで、その中で、やっていけたらなと思ってます。はい。で、もう一つ報告があります。皆さん、これも大きい報告でございます。現在、ルースの弟と、ルースと、翔太3人で、ね、活動してるんです。活動っていうより、行動してるんですけど、まあ、ルースの弟が、日本から出国します。出ます。それはなぜかというと、まあ、ビザが終わったからなんですけど、もう終わりな、終わったからってやばいな。もう終わりやからっていうことで、ルースの弟は日本から出るんですけど、まあルースの弟はバンライフめちゃ楽しかったけど、どう思う日本？うん、めっちゃ好きだった。うん、楽しかった。いた。うん、快適にトニーと共に暮らしてたと思うんですけど、うん、まあルースの弟は出るんですけど、それと伴ってルースもね、一旦スコットランドの方に、帰るって感じですかね。まあ、コロナで何年？3年？うん、はい、もうすぐ3年ぐらい、うん、去年、うん、お正月の時スコットランドに帰りました、うん、でもちょっとだけ、うん、はい、1週間2週間、うん、3週間ぐらい、うん、はい、それからこの時あんまり友達と家族に会いませんでした、うん、オミクロンからえ？オミクロンから、はいはいはい、そう、はい、3年ぐらい、うん、あんまりスコットランドに行きませんでした。はい。ということで、まあ、ルースは、ルースのお父さんとお母さん、家族、おじいちゃん、おばあちゃんと、ちょっともね、滞在したいということで、滞在することになりました。はい。で、そんな感じで、まあ、ルースは、スコットランド帰り、ルースの弟も、また違う国に行って、また翔太も、違う道に行って、ということで、まあ、3人とも、別々の道を歩むことになりました。まあ、
これがもともと僕たちの姿ですね。どう思いますか？はい。ここ2年、多分皆さんが知ってる、ルースと翔太は、日本でバンライフしている翔太、はい、とルース。で、いつも2人でいる、ルースと翔太、バスライフしてる。で、3人一緒に作ってる翔太なんですけど、まあ、結構僕たちのヒストリー的にはすごいレアで、もともと、世界を、旅する、ノマドライファーであって、バックパッカーであったんで、まあ、その本来の姿にちょっと戻ろうかなと思っております。どうですか？そうですね、はい、私たちの目標、2017年からいつもデジタルノマド、めっちゃしたい、はい、このライフ私たちの目標ですね、はい、でも今回3年ずっと日本ですね、珍しい、レア、はい、はい、だから一つの国に2年も3年もこうおるってことはめったになかったんですけど、で2人も同じずっと一緒におるってことはなかったんですけど、これまで。で、すごい2年、3年、この日本での滞在はめちゃめちゃ楽しかったです。バンライフして、で、こう、一緒にサニー作って、で、サニーで一緒に旅して、はい？そうですね。めちゃめちゃいい思い出で。日本の自然、すごい。すごかったね。すごい。で、まあ、旅してきたんですけど、まあ、これから別々の道で、いろんなことをしていこうかなって感じです。で、まあ皆さん勘違いせんとってください。その、ルースと翔太が破局するとか、そんなんじゃなくて、まあこれが僕たちの本来の姿なんで、それに戻ろうかなって感じです。まあそう言いながらも、1ヶ月、2ヶ月後にルースと出会ったり、また一緒になったりするかもしれないですけど、まあ僕たちは基本ノープランで、行って、まあ go with the flow のスタイルなんで、見守ってくれたらなと思います。で、これ、サニーさんどうなるのですかっていう話なんですけど、まあ、サニーさんはもともと僕たち作った、これは日本の家として作ったんで、まあ、僕もルースも帰ってきたら、この家に住もうかなと思ってます。もしかしたら、ルースだけが日本に帰ってきて、ルースがこの警察バス、半年後に乗ってるかもしれません。それか、翔太とルース一緒に帰ってきて、日本帰ってきて、ここに住むかもしれません。もう、このサニーは僕たちの家なんで、そんな感じで、サニーは使うというより会ってもらいたいなって感じです。はい、はい、そうですね、ルース一人警察バスに面白いと思うね、はい、めっちゃ面白いよ。昨日しました、一人、あめっちゃ見てます、みんな見てた、やばかった。スコットランド人がなんで日本の警察バス運転してるの、いつもマスクとサングラス帽子になる、めっちゃ怪しい、はい、まあ、そんな感じで、はい、やっていきたいなと思います。でですね、YouTube の更新、こう、バッパー翔太、これからどうなるのかっていう話なんですけど、YouTube の方はいつも通り、毎週火曜日と土曜日に更新しようかなと思ってるんですけど、まあ、ルースは地球の反対側に行くっていうことで、まあ、更新一緒に撮ることができませんっていうことで、ルースは一旦バッパー翔太から、ストップしようかなって感じです。どうですか？で、ルースもスコットランドで他にいっぱいやりたいことがあるんで、はい、まあでもそう言いながらも、また来月になったら一緒になってるかもしれないし、まあ半年後、もしかしたら5年後になってるかもしれないんですけど、まあその辺はちょっとわからないです。5年後 ?5 年後の You're going to be in the YouTube。ああ、はい、わからない。わからない、わからない。はい。いつになるかわからないんですけど、まあそんな感じで、Go with the flow スタイルで皆さんもし見守ってくれたらなと思ってます。で、まあ、バッパー翔太の動画は、まあ、これからも、変わらず、まあ、未知の世界をシェアする場として、まあ、皆さんに共有できたらな、共有できたらな、と思ってるんで、皆さん、これからも、よろしくお願いします。はい。ルーさん、なんか言いますか？もしかしたらこれが最後の YouTube になるかもしれん。多分ないかもしれんけど、わからないけど。3年ずっと、YouTube 動画アップしてました、うん、それから日本一周してました。皆さんのサポートと、いつも優しいコメント、いろいろ人会いました、日本一周するとき、めっちゃ嬉しい、めっちゃ楽しかった、日本めっちゃいい国と思います、はい、またなんちキャンピングカーで旅したい日本、私の目標100名山、そう、絶対私の人生全部100名山、登ります、皆さん本当にありがとうございます。はい、はい、皆さん本当にサポートありがとうございました。はい、はい、で、まあルースさんの行動が気になる、ルース何しとんやろうって思う人は、まあ、ルースさんインスタグラムで、
はい、ストーリーとかもアップしてるんで、皆さんもしよかったらルースのインスタグラムフォローよろしくお願いします。Oh, no. 新しいフォロワー来ました。タイミング。ありがとうございます。新しいフォロワー皆さん、ルース PR したのに翔太に。まあ、っていう感じで皆さん、今日はですね、大きい報告が、2つになりました。あ、で、トニーどうなるのかっていう話も皆さんありました。で、トニーはですね、ルースと、ルースの弟が2人で、僕の実家まで、運転して帰るって感じです。ルースさん、トニーさん、よろしくお願いします。はい、はい、頑張る、気をつけます。気をつけなさい、ありがとうございます。で、まあ、サニーは、僕と一緒にゆっくり姫路まで帰ろうかなと思ってます。まあ日本一周2年ぐらいしてて、でその中でめちゃめちゃリサーチしてて、で結構違う県で面白そうやなっていうところとかもあって、でまあそういうところメモしてるんで、まあ、僕はサニーと共に、まあ、姫路の方に向かって帰るんですけど、まあ、ちょっとルスさんがみたいにもう2日3日で帰るんじゃなくて、ちょっと 2週間ぐらいかけながらゆっくり行けたらなと思ってます。はい、ということで、まあ、今日は大きい、報告になりましたが、皆さん本当にありがとうございます。応援ありがとうございます。これからも、バッパー翔太、よろしくお願いします。ルース最後までほんまもう泣いてまうわ、泣いてまうんじゃん。はい、いい思い出。スコットランドめっちゃ行きたい。うん、でもめっちゃいい、グッドメモリー。おいや、めっちゃいいメモリー。はい、3年、グッドメモリー、lots of laughs、うん、lots of nice people we met、lots of good places、lots of dancing、ラーメン。はい。はい、めっちゃ良かった。はい、僕たちはさら、なる冒険に向けて、新たな一歩を踏み出していこうかなって感じです。はい、ということで皆さん、今回はご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アディオス皆さん。